はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。88のダイナソーですね、やっていきたいと思います。かなりエンカウント高いですね。さっき休憩するたんびにエンカウントになっちゃったんで、言われることがありますね、鬼のエンカウントと。お、オルリックさんレベルアップしました。あ、やっと上がったよ。いしょ。うわー、ほらね、今休憩したら一気にもう困ったな。あ、今度オルリックさんが経験値めちゃくちゃ減ったね。わかんないな、これレベル上がった人がしばらくダメなのかな。その傾向にあるのね、あるのかなと思わざるを得ないですよね。よいしょ、技術使っちゃおう。次にレベルが上がれそうな人のが経験値ガンガン入るのかな。よいしょ。わあ、いや、すごい。休憩したら出てくるね。まあ、この永遠に休憩できるシステム、ほんといいもんね。これだったら、ほんとに、あれだね。休憩ガンガンした方がいいもんね。250GM。おお、一歩歩いたら出てくる。すごいね。まあでも、そんなに不ストレスにはならないですよね、今のところ。まあそれは、久しぶりにハチハチやってる私がテンション上がってるのかもしれないですけどね。よいしょ。よいしょ、殴っちゃおっか。はい。高いなあ、エンカウントか。エンカウント率がなかなか高いですね。はい、おお、左向いてエンカウント。もう殴りで倒せるようになりましたね、リンクスをね、オルリックさんね。左手じゃダメな迷路なのかな、これひょっとして。あ、壁には消えかけた文字で、これより再創の間、再創の許しの因なき者は立ち入るべからずと書かれている。いやー、なんかそんな気がするね。あ、コンバット。これ普通に殴っておきましょうか。で、こうだね。ちょっと次来たら、倒しちゃったね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、なんかある。これは休憩してガンガン行かないといけないね。よし。はい、足を踏み入れると頭に語りかけるものがあった。あ、これより先は修道士の間だ。立ち去れ。足は体が宙に浮くのを感じた。え、あ、どっかと飛ばされちゃったのかな今。技術使いましょう。
はい、うわしかも先制攻撃されちゃったね。はい、うおうおー、ね、恩恵をエリスさんにね。結構エリスさんにね食らっちゃってますね。もう一回恩恵当てるか。うん、エリスさん集中攻撃だね。よいしょよいしょ。あ、どこまで飛ばされたのこれ。あ、だいぶ飛ばされたね。ってことはあそこは入れないのかな。そういうことになるのかな。わあ、またエリスさん食らってる。よいしょ。あ、そっか。よいしょ。いや殴っちゃおうか。ちょっとお待ちくださいね。よいしょよいしょ。あ、違った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 。殴った方がいいかな。あら、ホーネット。いやいや、ホーネットって最初の敵だよね。最初からの敵だよね。おお、一瞬蜂の上のやつが出てきたかなと思ったんだけど違ったよね。やばいぞこれ。道迷ってきたよ。さあ、技術をいつ覚えてくれるんでしょうね。すごいね、なかなかなエンカウント率ですね。まあ戦闘が軽快なんでまだいいですけどね。よいしょ。橋まで行けるところまで行ってる方がいいよね。あ、わかった。エクスペリエンスの意味が、あれは獲得経験値じゃなくて合計が出てるんだ。今どれだけっていう。なるほどね、獲得経験値だと思っちゃってた。で、どうしよう。あー、使っちゃおうか。そういうことね。今どんだけあなたが増え、ま、あの今あなたがどんだけになったよっていうことですね。何歩得たのではなくて、そういうことね。なかなか珍しいタイプの、そういうとね、経験値の表現が珍しいですね。あら、これは出口。あー、出口だね。あらー
あ、ということはそんなべらぼうに入ってきてないんだね。いっぺん出ましょうか。ああ、やっぱそうなんだね。ここでニーラ神殿っていう名前なの。あ、おお、条件が進んでるから変わってんだ文言が。あ、なるほどね。はじめは廃墟だったのね、ニーラ神殿に変わってんだね。はい、わあすごいね。休憩させねえよという感じですかね。技術使いましょう。恩恵をエリスさんにね。あ、知らん間にエリスさんの TP がもうない。しまった。ほいほい。おお、上がらないね。スタッフで殴らないといけないね、これ。殴りましょう。本当だね、少ないと回復も少ないね。 TP の量ね、はじめ1か2しか上がんなかったもんね。増えてくると3とかなってくるね。掛け率なのかな。うん。で、一気にヒットポイント減っちゃった。あ、戦っちゃったね。恩恵あげましょう。うん、一遍休憩入れておきました。戦ったら一遍休憩というのをちゃんとルール付けて守っていかないとやばそうな気がするんでね。休まないと。これどっちかな。こっち？あ、なんかある。あれは見たことがないな、あの入り口はね。で、恩恵をエリスさんにね。実は今ね、もう7本目を連続で撮ってるんで、ちょっと面白かったので考えいっちゃったんであれなんですけど、一瞬ちょっとあくびが出ちゃいました。うん、ひょっとしたらエリスさんがもうレベル上がるのかもしれないですね。おお休憩して一歩歩くと出てくるね。よし。お、上がった。やっぱレベル上がったね、エリスさんがね。
さあ、なんか覚えてない？覚えたら出るのかな。ヒットポイント28ね。あ、 TP が変わらなくなったね。はい、マジックさん。お、なんか覚えた。何時終わりにしたかい。おー、そんなのあんのね。ちょっと試してみよう。休憩。ここ来てない？来たかな。あ、そこにはやつれ張った戦士が立っていた。男は足に気がつくと少し戸惑いながらもゆっくりと歩み寄ってきた。ほう、どうやら後釜登場ということか。というわけか。やめろ、無駄だ、ここは狂ってる。森は嘲笑い、池の地の下には無数の死体が埋まってる。すべてが歪んでいる。まともなものなどありえない。あらゆるものが口々に呪いの言葉を吐いている。見てみるがいい、この地下にも。バーサークって書いてますね。男は狂ったようにブツブツと独り言を続けた。そして急に絶叫を上げたかと思うと剣を振り足に襲いかかってきた。なるほど、バーサークなのね。あー、よいしょ。おっと、意外に痛い。何時終わりにしたかい。効果がなかった。技術使いましょう。恩恵だね。おー、技術は？あー、まだ戦いで使えないんだ。で、敏捷作業か。迷いの森で。で、技術で恩恵。お、恩恵しまくりだね。で、はい。おお、エリスさん、やばいよ。まだ迷いの森で使っちゃ、これの剣でいこっか。で、恩恵ね、エリスさんにね。はい。あ、私に来たね。で、迷いの森も一発使っちゃいましょうか。で、敏捷下げといて。あ、戦っちゃった。間違っちゃった。お、倒れたね。あ、戦いに勝ちましたよ。48ジム。男の死体から呪文のようなものが刻まれた指輪が転げ落ちた。キーリングを手に入れた。あ、かわいそうにこの男、一体何に苦しんでいたのやら。おー、キーリングね。道具、アッシュ、使う。キーリングね。何も起きなかった。装備できんのかな。あ、いや、装備ね。装備するアイテム。あ、キーリング、これを使うとバーサークするとかね。そんな恐ろしいことになったら嫌だけど。レベル5ですね、私はね。あ、アーマークロス1個上がったね。上がった気がするよ。ということはキーリングは、ちょっと待ってね。エリスさんが2でしょ、この人。アーマークラスね。悪いんで、アッシュから装備を外しましょう。キーリングね。はい。で、道具で、アッシュの、あ、もう普通に装備でいいのか。エリスの装備するアイテム、キーリングね。で、ステータスでエリス。おっと、エリスさんを見ると、お、3に上がってる。うん。我に従いって何だったんだろう。よいしょ。あ、コンバット始まっちゃったね。はいはい。戦いましょう。で、我に従え。何じゃ、我に従え。何倍減る？あ、混乱させんのね。あ、なるほど。よいしょ。うわー、また来たね。よし。で、これの剣でいいでしょう。アッシュさんがもう全然増えないんだけどね、経験値が。おう。
けさせねえよっていう感じですね。まあなかなかジェームがね、あ、溜まってきたね、ジェームね。おっと、壁には人をかたどったものが刻まれてる。その足元にはインと文字が刻まれている。ザムハンの地の祖、恵みと真実の神ニーラに祈りを捧げよ。どこにでもある土地信仰神、あ、土地神信仰の一つだろうと。おー、何かあれなわけでもないんですね。あー、条件揃ったのかな。うん、じゃあね、ちょっとこの辺で終わっておきましょうか。ダイナソア、88ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。